係予算の概要について説明を聴取いたします。寺田総務副大臣。寺田副大臣。令和2年度におけます総務省所管予算につきまして、概要をご説明を申し上げます。本予算につきましては、令和元年度補正予算と合わせ、経済再生と財政健全化の両立を図るとともに、総合経済対策の着実な実行により、経済の持続的な成長を実現していくという政府方針の下、総務省として地域の活性化と東京一極集中の是正、ソサエティ 5.0 時代の地域社会の実現、安定的な地方行財政基盤の確保、防災・減災・復旧・復興、持続可能な社会基盤の確保に特に力を入れて取り組むために編成したものであります。まず一般会計についてご説明をいたします。一般会計予算額は16兆7692億円であります。具体的には、地域を支える人づくり、地域経済の活性化に向けた取り組みといたしまして、ローカル1万プロジェクト、分散型エネルギーインフラプロジェクト、過疎対策の推進などに必要な経費として16億円を計上しております。次に、ソサエティ 5.0 を支える ICT インフラ整備などといたしまして、5G や光ファイバー等の全国展開支援、マイナンバーカードの普及、マイナポイントを活用した消費の活性化、情報通信技術の研究開発の推進などに必要な経費として、4679億円、海外展開、国際的な政策連携などといたしまして、ICT インフラシステム等の海外展開、放送コンテンツ海外展開支援、情報通信技術の利活用、高度化などに必要な経費として92億円、サイバーセキュリティの強化、ICT の安心安全確保といたしまして、サイバーセキュリティ人材の育成、電気通信サービスの不適正な利用への対策などに必要な経費として169億円、デジタルガバメントによる行政の高度化、効率化といたしまして、自治体の情報システムの標準化、自治体クラウド、自治体による AI サービスの共同開発の推進などに必要な経費として135億円、ソサエティ 5.0 を支える人づくりといたしまして、デジタル活用支援推進事業、ICT 人材育成などに必要な経費として4億円、多様な働き方の実現といたしまして、テレワークの普及促進に必要な経費として3億円を計上いたしております。次に地方の一般財源総額の確保等といたしまして、交付税及び剰余税配付金特別会計へ繰り入れるために必要な経費として、地方交付税財源等15兆8000飛び93億円、米軍や自衛隊の施設が市町村の財政に与える影響等を考慮した基地交付金及び調整交付金として365億円を計上しております。次に、大規模災害に対応した消防防災力、地域防災力の整備といたしまして、大規模災害に対応するための緊急消防援助隊に関する緊急対策事業や、地域防災力の中核となる消防団に関する緊急対策事業などに必要な経費として115億円、災害時の情報伝達環境整備といたしまして、地方公共団体における防災情報等の伝達体制の強化などに必要な経費として53億円を計上しております。次に、郵政事業のユニバーサルサービスの安定的な確保といたしまして、郵政事業の適正な実施に関する調査などに必要な経費として8億円、恩給の適切な支給といたしまして、受給者の生活を支える恩給の支給に必要な経費として1649億円、令和2年国勢調査の実施に必要な経費として728億円、行政の業務改革の加速化といたしまして、行政評価局調査機能、および行政相談機能の充実強化などに必要な経費として16億円、主権者教育の推進と投票しやすい環境の一層の整備といたしまして、主権者教育の推進、在外選挙人の投票環境の向上に必要な経費として3億円、そのほか政党助成法に基づき交付する政党交付金として318億円を計上しております。次に、東日本大震災復興特別会計についてご説明いたします。本特別会計の歳出額のうち、総務省所管予定額は、震災復興特別交付税財源、3398億円であります。次に、交付税及び剰余税配付金特別会計についてご説明いたします。歳出額は51兆5872億円であります。具体的には、地方交付税、
地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、地方剰余税剰余金、および借入金の償還財源等の国債整理基金特別会計への繰り入れなどに必要な経費を計上しております。以上、令和2年度におけます総務省所管予算の概要のご説明を申し上げました。以上で説明は終わりました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。